させていただきます。僕ら和歌山で、普段活動してるんですけども、2004年から活動させてもらってもう今年で20年目になります。その間にですね、メンバーが増えたり減ったりするんですけども、最初は、僕自身も大学生で、踊りをスタートして、20代からあったんですけどもういい年したおっちゃんおばちゃんになってですね家族ができてその子供たちが踊るという、ファミリーチームになってきました。実際僕の、子供もいるんですけどもここにいるんですけどももう小学校6年生次あるんですけども、踊り出したのが年長さんぐらいですかね。それで7年目ぐらいになってます。だからもう僕らも年取るなって言いつつも、まだまだ負けへんぞって思いながら踊らせてもらってます。で今から踊らせてもらう曲はですね、ヤマトという曲です。ヤマトというのは、日本の昔の言い方、呼び名です。そんな大それた名前をいただいてるんですけども、僕らがやることはもう何ら変わりません。一生懸命踊って、お客さんに見てもらう、もうそれだけで、頑張ります。全身全霊心を込めて踊らせてもらいますので、どうぞよろしくお願いします。鬼道ヤマト。ヤマトは国のまほろば、刀づく仰げき山ごもれる山とし。
がとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。木戸さんでした。はい、お次はよさこい連。